次に増田義則議員の質問を許可します。増田議員。質問の機会をいただきありがとうございます。私も会派のラストバッターということで、優しい同僚議員から若干の配慮をいただきましたので、ゆっくりと落ち着いて質問をさせていただきたいと思います。今回の質問では、多くの議員の皆さんから集中豪雨対策、中学校給食ということで取り上げておられました。私はそのことを取り上げておりませんけれども、決してそれを軽んじているわけではなくて、先ほど申し上げましたように、発言順位が下位になるということをの前提のもとにですね、重複を避けるために選択をしたということで、ご理解を頂戴したいと思います。それでは早速ですが、通告に従いまして、質問をさせていただきたいと思います。最初に、地域づくりデザイン事業についてお伺いをします。地域づくりデザイン事業は、地域力の育成のため、地域が主体的かつ継続的に取り組む事業に対し、平成19年9月から支援を行っているとお聞きをしています。本事業は、地域課題の解決に向けた新しい取り組みを実施することにより、当該地域の住民のコミュニケーションが深まるなど、非常に興味深い事業だと感じておりますが、実際に実施をされている校区は少数にとどまっているともお聞きをしています。そこで改めて、この地域づくりデザイン事業の目的と、これまでどれくらいの校区で実施されてきたのかをお伺いしたいと思います。次に2点目、全国瞬時警報システムについて伺います。全国瞬時警報システム、いわゆる J アラートですが、これは国が地方自治体の防災行政を一斉に自動起動させて情報を発信するシステムで、過日9月12日に全国一斉自動放送試験が実施をされました。本件につきましては市民安全部長から報告を受けておりますけれども、新聞報道にもありましたように、まだまだ課題も多いというふうにお聞きをしています。このシステムが順調に起動するように整備されたとしても、それ以前の問題として、現有の本市の防災行政無線は聞こえが悪い、また何を言ってるのかわからないといった苦情が寄せられています。この問題に対してどのように対応されるのかお聞かせください。次に3点目、農業振興策についてお伺いをします。この件は本定例会の一般質問において、浸水被害軽減の観点から農地保護の必要について多くの皆さんから指摘がありました。本市の農業は都市農業という難しい側面はありますが、本市の農業の現状を確認するために、本市の農家数並びに農地面積についてお聞かせください。続いて4点目、街角デイハウス事業についてお伺いをします。9月は高齢者保健福祉月間として、敬老の集いなどの市主催行事に加え、各地域においても敬老の日を中心に、さまざまな行事、取り組みが行われています。こうした行事は、高齢社会を考える動機づけには大変重要と思いますが、常日頃から高齢者施策に関心を持つことが必要だと思っています。地域の高齢者の方々の活動の場となっているものは数多くありますけれども、その一つに街角デイハウスがあります。しかしながら、事務概要を拝見しても、その中身について今一つよく分かりません。現在取り組まれている本事業の目的と事業内容、現状及び今後の事業計画についてお聞きをします。最後、5点目に太陽光発電の推進について伺います。昨年の東日本大震災を原因とする福島県の原発事故の経験から、国のエネルギー政策が大きく見直しされようとしています。自然エネルギーの推進は地球温暖化防止の観点だけではなく、
自立型、分散型の電力確保、防災機能強化の観点からも重要であるというふうに考えています。さまざまな自然エネルギーの中でも、過去、議員からも質問がありましたが、本市ではこの太陽光発電が有効であるというふうにされてきました。太陽光発電を推進するため、住宅用太陽光発電システムの設置補助や、公共施設への設置を進められておられますが、現在の状況をお聞きをします。これで1回目の質問を終わります。佐藤市民安全部長。地域づくりデザイン事業についてお答えをいたします。この事業は自分たちの地域をこんな町にしたい、こんな課題を解決したいなど、地域住民が発案企画した事業、地域づくりデザインに自らが積極的に取り組んでいただくことによって、住民共通の理解と関心を深め、校区の特色を生かした地域づくりを実現しようとするもので、現在事業を実施されているのは6校区、計画策定を進められている校区が1校区、今後事業実施の意向を示されている校区は5校区ございます。続きまして、全国瞬時警報システムについてお答えをいたします。本市の同方系防災行政無線は、平成2年度に整備した60メガヘルツ帯のアナログ形式のもので、すでに20年以上を経過し、修理部品の調達が困難になっているほか、総務省から期限設定はないものの、できる限り早期に60メガヘルツ帯デジタル同方形無線に移行するよう求められており、本市においてもデジタル化に向けて、基本調査から実施設計まで今年度中に完了する予定でございます。音質が悪いことや聞こえない地域があるなどの問題は、来年度以降にデジタル化を実施する際に改善に努めていきたいと考えております。宮本地域振興部長。3、農業振興策についてお答えをいたします。2010年農林業センサスでは、枚方市内の販売農家は520戸、自給的農家が822戸で、総農家数は1342戸、経営耕地面積は435ヘクタールとなっております。前回2005年の調査と比較いたしますと、この5年間で総農家数は約 11%、 経営耕地面積は約 8% それぞれ減少しております。文林福祉部長。4、街角デイハウス事業についてお答えいたします。街角デイハウス事業は、地域の支え合いとして地域の方々のボランティアにより高齢者の居場所づくりを行い、その場においてきめ細やかな日帰りサービスを提供し、高齢者の介護予防や社会参加の促進を図ることを目的に運営されているものでございます。本市におきましては、平成13年度から大阪府の補助制度を活用し、現在8カ所の街角デイハウスに対し街角デイハウス事業補助金を交付し、その活動を支援しております。各街角デイハウスにおきましては、健康チェックや書道教室などさまざまなレクリエーションが行われ、平成23年度においては街角デイハウス全体で延べ2万860人の方が利用されています。今後も街角デイハウスの設置に向け、市内を13に分割した日常生活圏域ごとに1か所の開設を目指し、計画的な増設に取り組んでまいります。西口環境保全部長。はい。5、太陽光発電の推進についてお答えいたします。住宅用太陽光発電システムについては、平成26年度末までに1600件の補助を行うことにより、住宅用太陽光発電で1000キロワットのメガソーラー10基分を発電するコラボメガソーラーの実現を目指しており、昨年度に201件の補助を行い、今年度は500件の補助予定に対して現在270件の申請が出ています。枚方市内の住宅用太陽光発電の普及状況としましては、平成24年3月末現在で2100基、出力の合計は7000キロワット程度となっています。
また公共施設につきましては小中学校や水道施設など16カ所に設置をし、出力の合計は405キロワットです。今後も新たに建設する施設を中心に設置を進めてまいります。増田議員。はい、それぞれにご答弁いただきありがとうございました。それではいくつかの質問と要望させていただきます。まず地域づくりデザイン事業について再度質問をさせていただきます。ご答弁で事業の目的と現状については一定理解をいたしました。しかしながら45項目中実施計画策定、さらに意向を示している項目を含めても12項目とあまり広がりが見えていないようでございます。その要因は地域課題の整理や事業計画の策定等、事業実施までかなりの時間と労力を要するためにハードルが高い、そのことが原因だというふうに考えます。多くの住民が自ら課題を解決し地域活動が広がることは住民自治の観点からも望ましいことだというふうに思います。そのためにはより多くの多くがこの事業に参加し活用できるよう今まで以上に市の支援が必要だと考えますが、どのようにお考えでしょうか。お聞かせください。佐藤市民安全部長。はい、本事業につきましてはこれまでも説明会や研修会の開催および広報枚方や FM 枚方での啓発等に努めてまいりました。しかしながら事業実施までには地域の課題精査や合意形成が必要であること、事業計画等の作成に労力が必要であることなどから、これまでの事業実施は6項目となっており、事業の活用を促進するためには、これまでの実施状況を踏まえた課題整理および具体的な支援策等の検証を進める必要があると考えております。このため、今後の支援策としまして、未実施項目の意向等を確認した上で、その実現性を検証し、地域の実情に合ったプランを提案するなど、きめ細やかなアドバイスを行うとともに、実施項目の事業やモデル事例を分かりやすい内容で公開するなど、具体的な支援策の拡充を進めたいと考えております。増田議員。はい、ぜひともきめ細やかな支援をお願いしておきたいというふうに思います。市の支援体制の充実は、地域にとって申請に要する労力が減少すると同時に、活用エリアが広がり、喜んでいただけるというふうにも思います。先ほどお聞きしたように、事業実施する工区が増えない理由は、難度が高いことに加え、PR が不足しているのではないか、そのことも一つの要因であるというふうにも考えます。今まで以上に積極的な PR が必要だと思います。ただいまのご答弁で、実施工区の事業やモデル事業を公開するとのことでしたが、本事業の周知方法についてお伺いをします。佐藤市民安全部長。はい、本事業につきましては、枚方市コミュニティ連絡協議会と連携し、事業のテーマ設定やテーマにかかる課題整理、また住民の参画方法や相互理解のあり方など、実際に事業を進めるための方策などをグループワークで討論する、地域づくりデザイン事業研究会を毎年開催しており、参加者からも好評を得ていることから、一定の周知は図れているものと考えておりますが、事業の広がりが見られない要因としましては、やはり地域の課題精査、合意形成等に時間を要することだと考えております。しかしながら、この住民合意のプロセスに十分に時間をかけていただくことこそが、本事業の持続性、発展性につながる重要な要素であることから、その趣旨をご理解いただいた上で、より多くの工区に本事業を活用していただけるよう、積極的に支援をしてまいります。増田議員。はい、この事業実施にあたっては、そういった指導助言に加え、経費の一部の助成もされています。額も額ですし、不公平感を与えないことも大切だというふうに考えています。何よりも市民活動の活性化を図るというこの事業の趣旨、目的から、広区コミュニティや自治会の窓口である市民活動課の柱事業として育てていくという意気込みで推進をしていただきたいというふうに思います。次に全国瞬時警報システムについて再度質問をさせていただきます。
現状の防災無線を来年度以降、デジタル化していく方向であるとのことですので、ぜひ早期に実現し、問題の解消を図っていただくようにお願いをしたいと思います。続いて、Jアラートそのものについてお聞きをしたいと思います。本市の Jアラートは、いつから整備し、その整備費用はいかほどかかったのか、また、いつから稼働開始されるのか、お聞きをします。佐藤市民安全部長。本市の J アラートは、平成22年度に整備をし、平成23年度当初から稼働しております。整備費用といたしましては、933万4500円でございますが、全額国費を財源としております。増田議員。はい、J アラートはもうすでに平成23年度から稼働しているとのことですが、先般の国による全国一斉自動放送試験において、課題があったものの、本市では解決済みというふうにお聞きをしてますし、また防災行政無線についてもデジタル化を図り、合わせて音質等の問題の解決を図るとのことでございました。ただ、市民の中には、先ほどの野村議員のお話にもありましたが、聴覚障害の方々もおられます。このような方々には別の情報伝達手段をすることが必要となってきます。先月の集中豪雨において KCAT の受信障害が発生しましたけれども、これについては KCAT さんの企業としてしっかりと対応していただくとしまして、ケーブルテレビに緊急情報を流すなどの工夫が必要だというふうに考えますが、いかがお考えでしょうか。佐藤市民安全部長。はい、同方系防災行政無線をデジタル化するメリットといたしまして、双方向通信や FM 枚方への緊急割り込みをはじめ、音声信号から文字情報を取り出してあらかじめ登録している携帯電話への配信やテロップの利用など情報配信方法が増えることとなりますが、ご指摘の点を踏まえ現在検討を進めているところでございます。増田議員。ありがとうございました。すでに検討されているとのことですので、安心安全なまちづくりのために早期の改善また実施についてよろしくお願いをしたいと思います。次に農業振興策について再度質問をさせていただきます。本市の農家数及び農地面積について伺いましたけれども、農家数経営耕地面積ともに前回調査から減少しているとのことでございます。都市型農業を標榜する本市では、エコ農産物の普及拡大、マルシェなどを通じた直販事業や学校給食への地元農産物の供給などに取り組んでいますけれども、これら以外に実施されている農業振興策についてお聞かせいただきたいと思います。宮本地域振興部長。安心で安全、新鮮な農畜産物の供給源としまして、また都市環境を守る観点から農業の振興を図るとともに、市民と農との交流を推進することにより、農を守り、生かすまちづくりを進めております。24年度の新規事業といたしましては、学校給食に市内で採れたエコレンゲ米を供給するエコレンゲ米地産地消推進事業に取り組むほか、景観形成の推進や小学生への職能体験学習の支援等を行っております。また都市における農業農地は防災空間や環境保全など多様な役割を果たしており、その保全につながる土地改良事業への支援を行っております。このほか農との触れ合いを促進する取り組みといたしまして、農業ふれあいツアーや市民ふれあい農園事業の推進を図っております。増田議員。はい、本定例会で9月補正予算が可決されましたが、その中に新規収納に向けた新たな事業が実施されることとされていました。農家数や経営耕地面積が年々減少する、こういった現実の中で、市として今後も農業を育てていくのか、そのための農業振興策は今後変化をしていくのか、本市の農業に対する取り組みの方向性をお聞かせください。
宮本地域振興部長。本市の農業政策の方向性につきましては、都市における農業、農地の重要性に鑑み、これまで実施しております各種の取り組みを推進することと合わせまして、社会・経済情勢の変化も踏まえ、本市農業の将来展望の上に立って、後継者対策などの新たな取り組みを並行して進める必要があると考えております。具体的には、枚方版農業学校の開設を中心とする新規就農に向けた取り組みを進めることで、農業後継者の確保・育成を図り、業としての農業を守っていきたいと考えております。また、これと合わせまして、市民ボランティア等を活用して、農地を保全する取り組みも進めてまいりたいと考えております。今後も市民の皆様に理解と共感をいただけるような、これらの取り組みをしっかり進めてまいります。増田議員。今後も農業を守り育て、都市型農業を進めていくとの決意というふうに受け止めました。先日、某前田議員から、農業を切り捨てるのか、厳しい質問がございましたが、減災の観点からもしっかりと農を守る取り組みを継続していただきますようお願いをしておきます。次に街角デイハウス事業について再度質問をさせていただきます。本市では高齢者の介護予防や社会参加の促進を図ることを目的に街角デイハウス事業を運営する団体に対し街角デイハウス事業補助金を交付することにより当該団体の活動を支援しているとのことですが、大阪府の補助金が見直しされたことを受け、本市の補助制度を平成24年度から見直ししたとお聞きをしています。現在、街角デイハウス事業者に対して、具体的にどのような支援を行っているのか、お聞きをします。文林福祉部長。本事業につきましては、事業開始当初から大阪府の補助事業として実施してまいりましたが、平成23年度に大阪府の補助金が交付金化されたことを受けまして、本市の状況などを勘案した事業展開が行えるよう、補助制度を見直し、平成24年度から新たな制度をもとに補助金を交付しております。平成24年度の見直しの内容としましては、これまでの活動メニューにかかわらず、年間の延べ利用時間数に応じて、1施設につき年間300万円を上限に補助金を交付しておりましたものを、開設日数に応じた基本部分と、各街角デイハウスの事情や状況に応じて、自主的に取り組む活動として、食事提供のほか、新たに見守り訪問、買い物支援などを加えた加算部分に再編し、その活動形態や実態に、実績に応じて、補助金を交付することといたしました。それに合わせ補助金の上限額を400万円に増額いたしております。増田議員。ただいまのご答弁によりますと、見直し前の補助制度においても1施設につき年間300万円を上限に補助金を交付していたとのことでした。平成24年度からはさらに増額をされているとのことです。それでは平成23年度に交付された補助金の実績金額についてお聞かせいただきたいと思います。文林福祉部長。平成23年度の決算見込み額で申し上げますと、平成24年度3月に新たに選定されました新規運営者への初動設備費を含め補助金の交付総額は2,258万1,230円となっております。その内訳といたしましては、8カ所の街角デイハウスのうち、6カ所については上限の300万円をそれぞれ交付し、残りの2カ所につきましては、開所間もなく利用者を十分に確保できなかったなどの理由により、それぞれ約227万円、約181万円の交付となっております。1カ所あたりの平均の補助金としましては、約276万円となっております。増田議員。この街角デイハウスの運営は、地域の方々のボランティア活動が中心であり、収益事業ではないことから、家賃や光熱費等の必要経費を補助金で補完し、
運営者の経済的負担を軽減するということは、重要な支援策の一つだというふうに考えます。今後、この街角デイハウスがその目的を果たし、運営を効率的、効果的、かつ安定的に行うことが、ますます高齢社会を迎える中で求められてきます。街角デイハウスが地域の支えを主眼にし、それぞれの地域が持つ課題解決に向け対応していただくならば、今後も街角デイハウスの果たす役割とその運営は重要であり、その運営負担軽減につながるような支援も必要となってきます。金銭的な支援に加え、どのような支援をお考えなのかお聞きをしたいと思います。文林副支部長。今回の補助制度の見直しにおきましては、補助金額や内容だけではなく、運営者ができる限りレクリエーションや見守り訪問などの本来の活動に力を注いでいただけることを念頭において検討してまいりました。今後市としましても、街角デイハウスが高齢者にとって住み慣れた地域で生きがいを持って在宅生活を送るために必要な場であるとの認識をもと、それぞれの運営者が特性を生かしながら、より効率的かつ効果的に事業を継続することができますよう、経済的な支援に加え、利用者拡大のための事業周知や運営にかかる助言および指導面におきましても、積極的に支援してまいりたいと考えております。増田議員。はい、ありがとうございました。すべてがボランティア活動でいいとは思いませんが、必要なところには、市としての運営補助も行いながら、継続的な事業となるよう支援をしていただきますようにお願いをしておきたいと思います。最後に、太陽光発電について再度質問をさせていただきます。住宅用太陽光発電システムへの補助や、公共施設への設置に関しての状況は一定理解をいたしました。この度市が公表された大型の太陽光発電システムについては、自治体が余剰地に事業者を誘致し、太陽光発電の大型施設を導入する例は全国的にも散見されますが、本市のように自治体自ら売電用途で設置する、このことは全国的にも極めて珍しいケースであるというふうに認識をしています。本定例会の9月補正予算で本事業の債務負担が可決されたことから、いよいよ淀川衛星事業所敷地内への大型太陽光発電システムの設置が進められるということになりますが、この大型太陽光発電システム、この事業をどのような意図を持って実施するのかお聞きをしたいと思います。西口環境保全部長。はい、お答えします。大型の太陽光発電システムは、市が率先して地域の特性に応じた最適な再生可能エネルギーである太陽光エネルギーを活用した設備を導入することにより、太陽光発電の普及拡大を図るとともに、CO2 の排出量を大幅に削減し、地球温暖化防止につなげることを目的に設置するものでございます。設置した設備には、太陽光発電の普及拡大や地球温暖化防止の啓発のため、市民に分かりやすく発電状況、CO2 削減量等を表示し、市民などの見学、環境教育、環境学習に活用してまいります。また設置にあたりましては、市の費用負担が生じないよう、設置機器及び施設の維持管理を含めた包括的なリース契約を行い、売電収入が費用を上回れば、それを財源にさらなる環境施策に活用したいと考えております。増田議員。はい、今のご答弁にありましたように、この大型太陽光発電システムについては、リース方式で設置をして、リース料は売電料金で賄うとのことですので、実質の持ち出しはないということでございます。ただ市民から見たときに、このような大型の公共事業を行うわけですから、先ほどのご答弁にありましたように、その意義目的を広く周知徹底していただきますようにお願いしたいというふうに思います。今回は5つの事業に対しての質問をさせていただきました。本市でも過去から事業仕分けを実施し、これからも事業総点検を実施されるなど、
事業の無駄を省いていこうとする姿勢は評価できるというふうに考えています。これからも厳しい行財政運営の中で、その姿勢を忘れることなく、今行っている事業の目的や意義を明確にし、なぜそのことを行政がやるのか、なぜやらなければならないのか、理事者や管理職はもちろんのこと、職員の皆さんも一人一人が理解し、行動することが市民の皆さんから求められていることだというふうに思っています。今後も行政の運営にあたる皆様のご奮闘、ご努力にご期待を申し上げ、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。これにて増田義則議員の質問を終結します。